では、いただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふーい。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん。え、うん、うん、うん、ふふい。ふふい。
どうやらと。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、
オラはこれ。おや、いただきます。というわけで、ラ・アッソーの町、私について。ふうふう、しんのすけ、ここはカフェ&バここは食品数。店主は可愛い女の。あらゆるニーズにお応えする楽しいライフ。よっ、こんちは。ドメドメ。オタク見慣れない顔だね。ずいぶん、私はこの霧島ストアの半。いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ。私は18歳。まだ18なのに、この店を一人で切り盛りして、いわばこの町の物流を一手に担ってる状態。だから逆らわない方がいいわよ。ここはカレー屋の。なんて怪しい。目が。よし、なかなかの名を名乗れ。うらら、野原しんのすけ。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河氏、カレー屋の店主。しかし、それはよう忍ぶ仮の姿。その実態は銀河流忍者の。今時忍者なんて流行らないし、誰も知らないって。うん、でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度も。生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術、これが基本。お買い物、お
てさて、やっと新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃんは他に用事がある。ふぅ、やっと着いた。しんのすけ、今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは絶対。積極。オラなら今すぐでもオッケー。あなた。オラ野原しんのすけ。お姉さん、ピーマン好き。納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さん、お名前は？黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。しんちゃん、よろしくね。というわけで、登場した。彼女の夢は、この地理品の昔のにぎわいを取り戻すこと。もし、あなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。俺の力でできたら？お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。というわけで、しんのすけの夏、よしこお姉さんとデートになりました。でもアルバイトのよしこお姉、なんだか不思議な感じです。
もう夕方、どうやらシロが。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。おやすみなさい。